さあ、というわけで予選が終わりまして、ここから敗者復活ブロックとなります。 A 筐体の方は配布する第2ブロックを先にやっております。 B 筐体の方は配布する第2ブロックをやっております。さあ、 A 筐体の方配布する第2ブロックのまずは第1試合ですね。さあ、まず1試合に B 筐体は 2-0、 ありがとうございます。 A 助さんが 2-0 で勝利。じゃあ A 助さんと宝蔵さんの試合を、ちょうどあっち側にいらっしゃいますが、あとでも、さあ最後は体育まず第1ラウンドは江野さんのリーチで、さあ 2-0 で NO さんのリーチル。それでは NO さんと夢神さんの試合を影響体で、さあそして、まあ現在 A 筐体 B 筐体の試合の結果次第ですが、もう間もなくですね、各ブロック1位通過された皆様も試合が回ってきます。決勝トーナメントですね、各ブロック1位通過された皆様の決勝トーナメントはもう間もなく試合が回ってきますので、1位通過された皆様はですね、準備の方だけよろしくお願いします。さあ B 筐体はエースケさんのカルルが2-1というわけで、エースケさんのカルルが配布する第1ブロック抜けとなります。ちなみにですね、宝蔵さんはこれで2位通過、配布抜け率 100% だったんですが、これで 80% になりました。
さあ、というわけでランバルトはあとは1台でまったりとやっていこうと思います。決勝トーナメントに入ります。 1P が疾風さんの白面、 2P 側がエスケさんのカブ。さあ本日第107回ランバルト、まあ、107回っていう数字よりももう7月が最後の方がちょっと衝撃的ですが、さあ7月31日さあここで崩して、さあワンコン入れていくのはエスケさんの数、画面足上に逃げるが、さあここでエスケさんがワンコン入れて体力負けていく、画面足か投げは抜ける、後ろに下がりながら様子を伺う。さあ残りカードまだ30カウントある。さあまだ焦って攻める場面ではない。さあゲージもマックス、あと前線に弾刺さる、入れ替えて近づいて裏に出るが、さあ触ってオーバードライブで追いかける、オリギュア。さあまずはエイスケさんのカルル、さあ第2ラウンド、オリギュア2ダウン、距離を離して、さあ大工キッチでワンコイン入れて、さあ空対空取っていったのはエスケさんカルル。さあこれで細かく体力差をつける、固める、木星様子見、後ろに下がる。さあしゃがみ姿勢が低い、あっとさあ差し込もうといったところ体育近づいていく、壊しから、さあ差し込んでいく、バースト間に合って体力残り1割、それに対してエスケさん体力5割、触ってからこれはガードラインを上げる、様子見潰して、さあこれカウンター、一気に画面足、ここバースト、さあ無理はしない、下がる、さあ体力リード、シップその側面、さあ一気に差し込もうとするがここはきっちりや。さあ、シップさんが取り返して、これで1-1。さあ、下段置いていくも、さあ、飛び。さあ、もうワンコン。
おまつりが迫りながら、ツーゲダーのタコモクワード。さあ、しかし、ここで姉で、姉から。さあ、開幕。体力、7割奪って、固める?さあ、バースト。さあ、差し込んでいく。一気に体力追いつく。さあ、置き攻め。投げてくる。さあ、姉が、まだ回復しないうちに、ラインを上げながらだが、投げは通らない。クラゲも抜ける。姉が近づいてくる。飛び越して、動き始めに差し込んでいく。しかし、空対空。カウンターキャンセルから。さあ、オーバードライブも使って、これが当たって勝ったのはエースケさんのカルデ。さあ、というわけで準々決勝第2試合、ワンピーガー、ジャニーさんのテガー、ツーピーガーはガリオさんのライチ。開幕地上牽制差し合いだったが、さあ近づいたところ触っていったのはチャリンさんの定義が、さあ体力リーダーチャリンさん触っていく、近づけて、さあ上には逃がさない、構えて一気に体力大幅リード。さあしかし、さあここからはガリオさんのライチが細かく牽制技からのワンコンを決めていきたい。さあ上に逃げる、簡単近づいていくが、これはガード。さあ牽制で細かくダメージ刻んでいく。さあカウンターから、さあさらに置き攻め、しかしこれはきっちりガードしていく。さあ体力追いついてくる。ああ、しかしオーバードライブの無敵を利用して、まずはチャニーさんの手が。さあ第2ラウンド体育。さあ開幕ガリロさんがワンコン、さらにオリギア体育、最近体力6割弱奪って固める、しのいでいく、しかし誘っていく。さあ攻めが強い、繋いでオリギアガード。さあなんとかワンチャン欲しいところ、近づいて触っていく。しかしここはきっちり割り込んで、さあゲージを使ってきっちり殺しに行く。これでガリラさんのライチが取り返して1-1。さあ第3ラウンド開幕は、お互い距離を離した牽制合戦。バーサー溜めてクテク、さあ差し込んでいく。さあ一気に体力5割弱奪ってからの画面足、さあ、なんとか位置を入れ替えて、ラインを上げていくが、そこにうまく差し込んでいくのはガリドさんのライチ。オリギアカード。さあ、じわりじわりといったところだが、牽制かな。さあ、どっと残って。さあ、しかしかなり厳しい状況。しかし、まだ40カウントあるので、細かく、まずはワンコイン入れて、
一気状況を作っていきたかったが、勝ったのはガリレオさんのライチ。それではエアさんとクマさんの対戦になります。さあ準決勝の、ごめんなさい、準々決勝の第3試合、ワンピー側エアさんのライチ、ツーピー側クマさんのノエル。さあ開幕、一気に体力半分奪っていったのはエアさんのライチ。タイク端末、さあしかしここでクマさんが触って、さあしかしエアさんも立ち回りでなんとか距離を離していく。さあここで飛びを通す空中出しからワンコン、さあ置き攻め投げ抜ける、ガード四隅、さあここカウンターで差し込んで、さらに固める、さあこれで一気にクマさんが早く追いついていく。さあここどうしたの、エアさんライチ、これが残らず、さあ第1ラウンドエアさんのライチ、続いて第2ラウンド、さあここで開幕はクマさんワンコン、ガードパス触っていく、しかし外から差し込んでワンコンきっちり入れる、裏になる下段、さあ一気に体力残り2割弱、画面端下段で崩して、さあ第2ラウンドはクマさんが取り返し、これで 1-1。 さあ最終第3ラウンド、さあ表裏迫ったところ、さあここエアさんがラインを上げる、さあここは誘ってクマさんが差し込んでいく、一塁ワンをつないで、さあ一気に体力これで残り4割強といったところ、折り際から、さあしかしコンボには至らないが、ここで誘ってかんだ、さあもう一回体力追いついていく、空投げ通していったのはクマさんのエル、さあ中段オーバーライブまだ残る、触って表出せまる下段もガードしている、さあしかし今度は中段、さあ様子見から、さあ勝ったのはクマさんのノエル。それではスーヤさんとエノーさんの試合をやりたいと思います。さあ準々決勝第4試合、さあ組み合わせ的にちょっと、まあ、抽選でくじをしたのでこうなっちゃいましたが、さあ予選の再生にはなりますか。ワンピー側がスヤさんのバキャイン、そしてツーピー側エナーさんのリーチで、さあ予選の時ではスヤさんが1位決定戦で取っているんですが、続いてさあ続きまして決勝トーナメント準々決勝での再戦です。
さあ中段、うん、崩して置き攻め、セットプレイ、中段、さらに画面足、技を上げダウン、動くまで。さあ大シャンド取っていたのは江野さんのリーチル。さあ続いて第2ラウンド、さあ開幕、差し込んでいったのはスーヤさん、うん、さあ一気に崩して、さあ一気に持っていく、さあこれはナイク、さあゲージも使って、さあ第2ラウンドはスーヤさんのバルケンハインが一気に決めていく。そして最終第3ラウンド、カウンターラインを上げる、さあラインを上げていったか、ここはしのいでオーバードライブ使っていく。さあお互い攻め手が強いところ、捕まえていったのは江野さんのレジル、さあ置き攻め、さあ受け身も勝っていく、あっと空中ダッシュからの中タイミングダッシュ10段、さあバーサーは間に合って一枚弱残しからの、さあ攻め込みたいところですが、さあ勝ったのは江野さんのレイチル。それではさてこれが準決勝になります。準決勝第1試合、ワンピーがエースケさんのカヌル、ツーピーがガリレオさんのライチ。さあ開幕はガリレオさんが上に飛びながらといった状況、開幕は距離を離した立ち回り、さあ位置を入れ替えてこの距離をキープする、さあ中段、さあ立ち回り勝負、体力リードガリオさんのライチ、体育端末でダメージを基地奪っていく、残り方はまだ半分、あっとさあ差し込んでいくが、さあめくり際これはちょっと距離が離れすぎる、固めてからの空投げ、さあオーバードライブ使っていく、さあ体力リードはガリオさんのライチ、残りカウントは30カウント、近づいてさあ押し込んで、さあ体力まぐってそのまま殺しきって、さあ第1ラウンドはエースケさんの壁が逆転。さあ続いて第2ラウンド、さあ1回距離を離して、さあ根を潰しながら壁が近づいてきたところはきっちり爆睡距離を離す、さあ開幕は落ち着いた立ち回り、さあガンダッシュ触っていく空投げ、ここはバスト、さあ画面足押し寄せているが無理はしない、ハード
固めて、さあ一気に、さあ体力残り1割かな。画面アシステッドプレイ。さあしかし残り時間も徐々に徐々に減っていくので無理はしない。単発牽制差し込んでいったが、さあここで捕まえたな、エースケさんの数。さあ追いついていく。しかし空投げ抜けて、さあ攻め込む。しかし時間が足りない。さあこれで11最終第3ラウンド挟んでいくが、ここはしのいでからガリドさんがワンコン入れる。さあしかし姉、さあ一気に体力4割奪ってから画面端は逃げる。さあカウンター、お互い体力リードはエスケさんの数で、さあここは上にきっちり逃げる。さあここカウンターで差し込んでいく。体力一気にまくって、さらに画面足拾っていく、固めて投げからオーバードライブからきっちり勝ったのはガリレオさんのライチ。それではクマさんとエノーさんの試合をありがとうございます。さあというわけで準決勝の第2試合、ワンピーがエノーさんのレイチル、ツーピーがクマさんのノエル。触っていくガードして、さあラインを上げる、思って裏のタクモガード、さあここワンコン入れていくのはエノさんのレイチル。さらに画面足、ここは逃げる、一回距離を離して立ち回り勝負、固める中段下段もガードしないで、さあカウンター、さらに裏から、さあ画面足セットプレイ、固めるキャンセルからさあ仕込んで、さあ裏もガード、裏もガード、さあ残りカウンターまだ30カウントある、十分にある状況。触っていく中段、さあバサ体力はほぼ五分状況、空対空カウンターからきっちりダメージを持っていく、近づいてカウンターで差し込んだが、ここはきっちりバサを通して、さあ残りカウント10カウント、さあ攻め込もうといったクマさんをきっちり倒して第1ラウンドを取っていったのはエノソのリチル。さあ下段から差し込んで、さあもう一回、さあ画面足中段、さあこれが逃げようとしたところ、対空カウンター、さあ一気に体力8割奪っていった江野さんの位置で、さあ、あとは立ち回りで
無理をしない振りながら近づかせない。さあ触っていく熊さんのエル、しかし風を使ってキャリアを再び離す。触って下段からさあこのまま押し切れば、さあラウンドカウントもまだ十分にいける状況。距離を離し逃げているところに追いかけようとするところに刺さる。勝ったのはエノさんのレイチェル。それではクマさんとエースケさんで3位決定戦をやります。さあというわけで第107回ブレイブルークロノファンタズマランキングバトル、本日の3位決定戦、 1P 側エースケさんのカヌル、 2P 側クマさんのノエル。さあかまず開幕は落ち着いた立ち回り、さあ空対空カウンターからきっちりダメージ奪っていくクマさんのノエル。さあ徐々にラインを上げながら立ち回るクマさんのノエルに対して、さあエースケさんのカズが近づいていく空対空。さあここは上に逃げる、世代で裏からカウンター。さあ降り際単発、距離を離すガード、触っていく中段で崩してバソ、ボックスで単発空中ぐらい。さあここでエースケさんが捕まえる。さあここでね、まだラウンドカード20、投げからバソ、最近体力追いついてさあワンコントレバといった状況を通していったエースケさんの数、体力が逆転、さらにゲージも使ってきっちり好スキル。さあまずはエースケさんのカヌー、続いて第2ラウンド。さあ牽制振っていくエースケさんの数に対して、距離を離しながら様子を見ながらラインを上げるタイミングを伺うクマさんのエルだが、ここで捕まえていったのはエースケさんの数。さあカウンターからさあ基地拾い直して、さあここは無理はしない、タパスガード、さあ基地捕まえてバスト空投げ捕まえる。さらにもう一回大きめカウンター、さあ体力は追いついていく。さあ様子を見ながら空対空、さらに姉からこれはきっちり勝ったのはエースケさんのカヌル。さあというわけで第107回となりました2014年1月31日ブレイブルーランバト決勝戦、 1P がガリラさんのライチ、 2P がエナオさんのリーチで、さあ開幕は距離を離した立ち回り、触っていくし、さあここで崩したところだったがバースを使っていく、ただ読んでいる。さあここ中段差し込んだところをバースト、さあ表が迫る、
さん攻め込むの、エノさんのレジで風を使って上からまずは空間をフェアスしていく。距離が離れる、まだ40カウントある。さあカウンターから差し込んでラインを一気に上げる。振りながら通していく。さあ体力まくって残りカウント15カウント。さあさすがにこれは時間的にも少ない。まずはガリレオさんのライチ。さあ続いて第2ラウンド、さあまずは江野さんのリーチで体力リードからの、さあ細かくダメージを奪っていく。そしてさあ亀梨、さあ様子見に対してカエルからきっちりつないでいく。様子見ツーダウン崩してこれはきっちり。さあ伊野さんのリーチルが取り返せ。最初第3ラウンド、さあ様子見動こうとしたところにカウンター。さあ置いてある、ここ近づいてきたところにきっちりバーストを当てていく。崩してバスト、うらっ口ぐらい近づいて今度は投げる、固める。中段崩してよーすみ見るだけ。さあここはガキャン必死か。そしてさあ江野さんが差し込んでこれはゲージもあるのできっちり。さあというわけで本日の優勝は江野さんのレイチェルとなりました。